ミ君もなんか拾ったよ。見えない？見えるじゃん。サーフィン始めて、あのシーグラスの存在を知って、お、なんて綺麗なガラス玉だって。ボードにしちゃう。いいね、探そう。海岸に落ちてる流木、玉砂利、シーグラス、全部ゴミだよ。ゴミがまた自分の手で作品になって、自分も嬉しいし、もらった人も嬉しいし、それがまた綺麗だったりしたら最高じゃないですか。ゴミがアートになるなんて。もともとビーチグラスはゴミだよと。海で遊ぶならやっぱりゴミ拾い しましょうよ。この綺麗な海をずっとずっと残したいよねという話を伝えたいかな。もっともっと年を取って大人になって、うん、あの地球のために何か自分がね、何ができるんだろうっていうきっかけになれば。うん。